男女小調查。はい、この世の中結構いろんな価値観も増えてきてるので、人それぞれかなとは思いますね。あ、賛成します。いろんな人がいていいんじゃないでしょうか。あんま否定しちゃうとなんか良くないんじゃないかなって思う。あ、はい、します。いろんな人がいるので、それに対して否定する必要はないのかなっていう、あくまで僕の考えなんですが、そう思うので、同性結婚には、まあ、賛成だと答えさせていただきます。はい、賛成です。もう性同一性障害とか生まれ持った心の違いと、やっぱり性の違いっていうのは、そういう生まれ持ったものの差で決めつけてしまうのは良くないかなって思うからです。人それぞれなんで、まあ、同性愛の人も住めるような地域になっていくのは、まあ、いいことだと思います。同棲してても別れる場合もあるし、結婚してても別れる場合があるので、同棲したからうまくいくわけじゃないっていうのをよく聞くので、合法化しなくても別にいいのかなと思います。あんまり考えたことないですけど、今はその賛成とも反対ともなかなか言えないところがありますけど、まずその情報が自分の中で少ないので、まあ、知識のない段階であんまりちょっと言及するのは避けたいというか、やっぱりもっと調べて、今こういうシステムがあって、まあ、それに対して、あ、それだったらこういうふうにできる案があるんじゃないかとか、そういうところも見た上でやっぱりちゃんと考えるべきかなと思います。あ、はい、理由はないですけど、別にそれは人の自由だと思うから賛成です。あ、自分は賛成ですね。今の現代、あの昔と違ってさまざまな考えがあっていいと思うので、そのことに関しては自分は全然あのOK だと思いますし、自分の身の回りでもそういう人もいたりとかするんで、今いろいろ意見がある人もいると思うんですけど、それはやっぱその人たちの思いっていうのがあると思うんで、自分は賛成だと思います。私は賛成ですかね。男女っていうのはそれぞれやっぱ捉え方で個人の考え方があるかなと思うんで、それは男性の方が男性の好きな人もいれば、女性の方が女性の人好きな人もいるんで、まあ、そこを考えたら、まあ、その人のやっぱ個人を尊重した方がいいかなと思うんで、逆に私としてはそれが賛成っていうことで考えてます。賛成で、一緒にいるんだったら結婚扱いでいいかなっていう。なんか性別関係なく人として好きになると思うので。